皆さん、こんにちは、ルカです。こんにちは、ルイです。夏休みに入ったので、私たちも、お出かけすることにしました。埼玉県の秩父にある、橋立鍾乳洞へ行きます。西武線の、レッドアロー号に乗って向かいます。レッドアロー号って初めて乗るから、ドキドキしちゃうわ。新幹線みたいで、ワクワクするわね。レッドアロー号に乗ると、乗り換えなしで西武秩父駅まで一直線で行けるのよ。これは楽ちんね。乗り換えが多いだけで、異様に疲れるわよね。どんどん、緑が多くなってきたわ。山も近くなってきたわね。マイナスイオンで、パワーを補充できそうだわ。ルイちゃん。ゲームばかりしてないで、外の景色を楽しみましょうよ。緑を見ると、目が休まって、いいらしいわ。そうよね。私ったらついつい、せっかく来てるんだし、緑を満喫するわ。山なんだし、恒例のあれ、やりますか。やっほー。私もやっとこう。やっほー。若干長いわね。気にしないで、テンション、上がってきたの。うふふ。あっという間に西武秩父駅に着きました。これから徒歩でお花畑駅へ向かいます。西武秩父駅を出て、駅に沿って左側へ歩いていくと、お花畑駅へ行けるみたいよ。歩いて5分とか、行きましょう。秩父では、1日に1回、SL が走るので、今度は SL の旅もしてみたいわ。片道2時間40分だって、のんびり乗れるわね。お花畑駅で乗った電車が、とても派手でびっくりしたわ。しかもこの電車、扇風機がついてるの。今時レアよね。ほんと、天井まで派手だわ。裏山口駅で降りて、徒歩15分くらいで橋立鍾乳洞へ到着です。大きな岩の壁壁や、湧き水もあって、大自然を感じるわ。まずお蕎麦屋さんでランチしました。腹が減っては鍾乳洞は歩けぬってやつです。とても美味しかったわ。では、鍾乳洞へ行ってきます。鍾乳洞の中は撮影禁止です。入り口は涼しかったけど、中へ進むと、蒸し暑くて息苦しかったわ。急な階段や、濡れていて滑りやすい箇所もあるので、ゆっくり歩かないと危険です。あと、大人はほぼ中腰で歩くので、翌日の筋肉痛は確定です。鍾乳洞を出た後は、口コミ評価の高い、ズリンズリオというカフェへ行きました。淡雪という、砂糖きびシロップのかき氷とアイスコーヒーが合体したメニューをオーダーしました。砂糖きびシロップは甘さ控えめで、とても優しいお味でした。とても暑かったけど、大自然に触れて、美味しいものをいただいて、大満足の夏休み初日になったわね。虫は苦手だけど、自然って最高だわ。緑に囲まれると、日々のストレスから癒されるみたい。さてさて、帰るとしましょう。今日は気温が37度で、暑さに体力を奪われた気がするわ。私も、最初の山登りに危険を感じたわ。お出かけには水分と塩分は必須ね。自販機のスポドリは完売が多かったしね。夏休みは始まったばかり。熱中症に気をつけて、楽しく過ごしましょう。バイバイ。またね。